全国の学校や団体などの草の根的な教育活動や貢献を検証する今年度の白鵬賞に愛媛から2つの学校が選ばれました。西条市の西条小学校と新居浜市の別子中学校、ともに地域が抱える課題を解決するための取り組みです。児童教育現場の活性化を支援しようと、白鵬堂教育財団が1970年から毎年国語教育、日本語教育など6つの領域で優れた教育活動を表彰する白鵬賞、54回目となる今年度は全国27の学校や団体などが選ばれ、今日都内で表彰式が行われました。県内からは西条市の西条小学校が進める外国にルーツを持つ子どもが自分らしく生きるための個別最適な学びの追求、そして新居浜市の別子中学校が進める地域とのパートナーシップで共に未来を作る別子ファームの活動が選ばれました。さらに西条小学校の取り組みは、その中でも特に優れた活動に贈られる文部科学大臣賞にも輝きました。日本語が苦手なことは個性の一つ、苦手なことやできないことは周りの人に助けてもらえばいい、そして得意なことで困っている人を助ければいい。とてもシンプルですが、これからの社会で誰もが幸せに生きていくためにはとても大切な力だと考えております。両校の取り組みを紹介します。ポップはどれ？ここ。そうです、こう、うん、オッケー。ここではない、これじゃないね。今年6月末現在、在留外国人の数は全国で322万人余りと過去最多を更新しました。西条市も近年、造船業などの企業で働く外国人が増え、先月末時点で1680人、このうち16歳以下は44人で、日本語を母国語としない子どもたちが増えています。こうした中、西条小学校は2016年、県内で初めてとなる日本語指導教室を立ち上げました。日本語の理解度も学びのレベルも様々な児童一人一人の状況を丁寧に把握することを心がけたといいます。能力ってそれぞれ個々で違いますから、こういうような個別最適な学びがこう実現できることがすごい大事だな。気をつけ。現在教室には10人が在籍していて、所属する学年の通常クラスで授業を受けるか、日本語指導教室で受けるかは本人が自由に選べます。風吹いたら涼しい、そろそろ秋思うね、うん、それがこの8月8日立秋、自分で考えてもらえます。この日教室を利用した児童は4人、在籍期間が長い6年生の2人は日本の季節の言葉を知る秋探しという国語の授業です。何て読みますか？一方、9月に転校してきたばかりで日本語がまだうまく使えない2人にはそれぞれ補助員がつき、丁寧に日本語の指導を行います。次は上へ行きました。次は階段を降ります、ね、上、下、前、後ろ、覚えた、はい、雑談の時間はスムーズにコミュニケーションが取れるよう、AI 通訳機などの ICT もフル活用します。吃了一点点饺子。朝から餃子食べましたか？マリアンさん、こちらの1年生は今日は通常クラスで道徳の授業に参加しました。畑一郎の、じゃあ一郎君はどの気持ち、どの気持ちですか？悲しい、悲しい気持ち。あやねちゃんは悲しい、悲しいからえーって言うの、うん、じゃあそれね、分かった、うんね、補助員の助けを借りながら紹介された場面の感情を表す日本語を学んでいました。通ってみてどうですか？楽しかった、楽しい、めっちゃ楽しい。分かって嬉しかった。社会、これ社会、社会、うん。
子どもたち自身の性格とか特性もあるので、もうそれに合うもの、その子に合うものをこう支援員とも相談をしながら、子どもたちに合わせて事前に準備をしたり、で授業の中で指導方法をこう工夫しながら取り組んでいます。今回の受賞では理解度に合わせて教材や教え方を工夫する丁寧な授業が子どもたちの前向きな学習姿勢を引き出していると評価されました。ただそれでも日本語をうまく話せず、小学校を卒業した後行き詰まる子もいるといいます。社会的な自立であったり、進路ですよね、進路保障っていうことを考えたときに中学校とのつながりであるとか、就職とか、進路ですよね、そういうところを見据えた、サポートとか体制作りっていうのが必要じゃないかなと。中学校になった途端支援が手薄になるのが課題だと話し、今後も増加が予想される外国にルーツを持つ子どもたちの継続的な支援を呼びかけています。子どもたちは大変やる気はあります。でも日本語がわからないので授業の内容がわからないっていうことがたくさんあるので、子どもたちの少しでも助けになれればなと思って毎日授業しています。この取り組みが今後他の小学校や中学校に波及することが期待されます。大きく育った野菜の向こうで生徒が操る小型の耕運機が勢いよく土を耕します。新居浜市の山間部別子山地区、別子中学校が4年前から運営する農園別子ファームです。人口120人と深刻な過疎化に直面する地域の課題を解決しようと、区域外から入学した中学生が提案したこの農園では、中学生自ら野菜作りから販売までを行います。今から何するんですか？この腐葉土と牛糞を混ぜて、これから植える玉ねぎとか植えるんですけど、その土をよくするように今やっています。この畝だったら畝でこうやせないかん、こう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 やって広げたら、広げないかん、はい、わかりました。使われていなかった広さ150平方メートルの畑を借りて始めた農園では、農業初心者の生徒たちが地域の人たちに教えてもらいながら野菜を栽培しています。別子中学校の全校生徒19人は総合的な学習の時間を中心に、栽培だけでなく野菜の販売を通じて別子山の情報を広報するなど、地域と連携した活動を展開。事業運営の形を学びながら別子山の活性化を目指しています。今回の受賞では何のための活動か常に意識していた点や、自己決定から始まり子どもたちのやりたいを大事にしている点などが評価されました。自分たちでさまざまな案を練って実行していくっていうところも評価されたんじゃないかなと思いました。これからももっと地域の方とよりつながっていけるような別子ファームを私たちが作っていきたいなと思いました。この快挙に地域の人は、励みになると思いますよ、別子の人も、これからますますまた私らみたいなメンバーじゃなくて他のメンバーも関わり合いを持ってくれると思いますのでね。野菜を作ることが目的ではないので、地域の方といかにつながっていて地域を元気にしていくかということが目的なので、それに沿った活動が子どもたちの中からですね、いろんなアイデアが生まれてきて、で地域の方とまた関わりながら発展していく、そんなことをですね、期待しています。過疎の地域とつながり活性化を目指す別子ファームの活動、丹精込めて育てた野菜は生徒たちが今月20日にもマイントピア別子で販売し、別子山を PR したいとしています。特にこう決められたことだけを教わるんではなくて、その先の配慮だったり取り組みっていうのが大事なんでしょうね。そうですね、両校とも共通して変わりゆく日本の状況をうまく捉えているなと感じました。